くゆきです。あんです。くゆきてやるのころです。ようこそ、おいでませ。コスプレ OK のコスプレの LINE って何？何？いや、本当ですね。何かしらのイベントとか、映画の応援上映、遊園地などなど、コスプレイベントじゃないコスプレ OK のもの。コスプレってどこからを言うのっていう、これ気になってる人が多いというか、めちゃくちゃ話題になります。これ今日はそこのお話をしていきたいなと思います。恐る恐る。これが全てではないですよ。でかくここに書いて、これが全てではないですよ。Here we go。 どんな分類があるよって我々のイメージを喋っておきます。コスプレするって言っても、何をするのをコスプレとするかっていうのは人によって違うんですよ。それが一番みんなが手を出しやすいのがバウンドコーデって言われる、推しキャラクターをイメージした服装をする、これをコスプレと認識してる人もいるとは思います。その次の段階になりますと、衣装を着ます。私がダンスのコスプレをする、うん、チアリーディングのコスプレをする、あくまで自分が普段とは違う格好をしてるよのやつです。これはもう一般的に言ってもコスプレだと思います。今度は衣装を着た状態にウィッグをかぶるっていう段階。ハロウィンで宇宙人のコスプレをします、はい、ちょっとテカテカの宇宙人っぽい服は着ました、うん、でも地毛だと変です、うん、なのでケリーパミパミ的なウィッグかぶります。これです。メイクは普段の自分のメイクです。何かに寄せるとかではなく、自分が一番可愛く映るメイク。これの次になると、我々がいつもやってるキャラクターのコスプレ、衣装とかウィッグとかメイクとか全てイメージしてるキャラクターに近づけるような感じのキャラクターのコスプレと、ハロウィンとのコスプレの差は、キャラクターに近づけたいのか、イメージのままにこう自分を表現したいのかっていうところの差だよね。段階を説明したんですけれども、衣装を着た状態から我々がいつもやってるコスプレ、ここまでの範囲を全てを一般的にコスプレと呼びます。コスプレ OK ってなってるコスイベ以外のイベントのコスプレっていうのは、これを指します。キャラクターに寄せてない状態です。その子の衣装だけをそのまま借りて自分が着てるよのコスプレのことだよね。衣装着てきてもいいよ別にっていう意味でコスプレ OK って書いてるのに、我々がいつもやってるコスプレが OK なんだになっちゃうんですよね。コスプレ OK って書いてあると。イベントにもよるけど、イベントによります。映画館とか遊園地だとコスプレイヤーじゃない人もいっぱいいるから、特に目立っちゃう。やっちゃダメなわけではないですけど、まあ、なんで迷惑になるかっていうと、メイクをしたりとかウィッグをかぶったり衣装を着替えたりっていうのは絶対に更衣室が必要なんです。許可を得てない場所を勝手に占有してしまう可能性がある、うん、これが一番ね、炎上する原因ですね、うん、これが絶対にないと約束できるのであれば、うん、まあ多分大丈夫なんですけど、着替える場所がありますよとか、ホテルから仮装の状態に来てくださいとか言われてるイベントもありますから、そういうのは全く問題ないんですけど、イベントとかのね、主催の人たちが考えてるコスプレのラインと自分たちのコスプレのラインが正しいかどうかを考えようねって話。そうそうそう、絶対にコスプレイヤーが出没するぞっていう場所じゃないのに、コスプレイヤーが現れた時にコスプレが苦手な人もね、やっぱ見るのも嫌だっていう人もたまにいますから、向こうからすると避けようがないわけですから、いるんだもん、だってね、視界に入っちゃったらもうどうしようもないですから。でもそんな服装ぐらい好きにさせろっていうのもまあ分かる、そういう意見があるのも分かるし、それぞれの意見がまあ分かるよってなるんだけど、なかなかそこは答えがない問題ですので、私たちが言いたいのは、そういう問題が定期的に浮上するから、みんなは避けれることは避けてねっていうことが伝えたい、うん、ずーっと言ってるから。これ多分10年後のこの動画まで現役で有益な動画として見られ続けています。それはそうだと思います、うん、10年後あなた、見ているあなたね、すごく役立ってるでしょ。まだ言ってるでしょ、コスプレイヤー、この話。まだ学級会開いてるでしょ。開いてるよ、歴史は繰り返しますから、うん、いつか人類が発展して学級会の開かれない世の中になることを祈りましょう。以上、ご意見のところでした。チャンネル登録よろしくね。